皆さんこんにちは、Kです。いや今日暑いですね。暑い。雨予報だったけどめちゃくちゃ晴れた。今日ね、天気いいけど相方がいないんでね、庭でバーベキュースタイルで一人でやっていきますよ。まだね、チャンネル登録してない方はね、キャンプ料理とか簡単な料理をね、いっぱい紹介していくので、まず先に画面の右下の方からね、チャンネル登録お願いします。はい、ということで今日はね、キャンプの時とかお家でもね、万能に使える万能ダレをね、2種類紹介していこうと思います。それでは早速やっていきましょう。レッツクッキング。はい、じゃあまずね、こちらのレモンを使ってレモンダレの方から作っていきましょう。じゃあまず薬味となるネギをね、先に切っていきましょうか。こちらは細かくみじん切りにしていきます。はい、じゃあこんな感じでざっくり切れたら器に移しておきましょう。こんな感じ。そしたら次レモンね、半分に切って、うわ、めっちゃいい匂い。じゃあね、こちらもダイレクトに絞っていきます。贅沢に贅沢に2個分いっちゃいます。よし、でこんな感じね。そしたらこちらにニンニク、たっぷり入れたら塩コショウ、コショウもしっかり効かせときましょうね。いやー、いい香りだ。じゃあ最後、香り付けにごま油ね、こちらもたっぷり二回しぐらい入れて混ぜ合わせる。はい、じゃあこちらで特製レモンニンニクダレ完成です。はい、じゃあ続いて醤油ベースのね、タレの方を作っていきましょうか。ということでまずは玉ねぎね。じゃあ玉ねぎちょっと大きいんでね、半分だけ使いましょうか。じゃこちらの元切って、皮むいて、じゃこちらをみじん切りにしていきます。玉ねぎ食感あった方がいいね。ちょっと大きめにしておきましょうか。はい、じゃあこちらも器に入れておきます。玉ねぎ大きかったからね、4分の1でも十分ですわ。じゃあこんな感じでね。はい、じゃあ続きましてこちらリンゴでございます。リンゴも半分ぐらいね、半分でも多いかな。お、蜜あるね、美味しそう。じゃあとりあえずこのぐらいのサイズに切って、真ん中に芯の部分があるからね、そこだけ取り除いて、皮もね軽く剥いていきます。このリンゴがね、タレの甘みを引き立ててくれるんですよね。はい、じゃあこんな感じで剥けましたら、こちらをね、玉ねぎ同様細かく切っていきます。
まあ大体でいいですけどね。食感があってもね、それはそれで美味しいと思うんで。はい、じゃあリンゴ粗めに切れたら先ほどの器に入れます。こんな感じ、こんな感じで切れましたら、こちらに醤油、そしたらニンニク、最後に塩コショウで味を整えて、こちらをねざっくり混ぜ合わせていきます。今回紹介するタレはね、ご家庭でも全然作れるんで、焼肉とかね、そういう時に使ってください。はい、じゃあ混ざりました。じゃあこちらをね、炭火にかけていきましょう。炭火セット、網を置いて、でこのままねセット、でこのまましばらく待ちましょう。はい、じゃああれからね 2,30 分ぐらいじっくりね煮込んだので、ちょっとねまだ醤油がないので、こちらに砂糖をね足します。もうちょっと煮込んでいきましょうか。はい、じゃあこんな感じでね、砂糖で甘み整えて、こちら冷まして完成です。じゃあせっかくのでウインナーでも焼いていきましょうかね。じゃあこちらのブラックタイガーも一緒に焼いていきましょう。じゃあね、タレも完成したので食べていきましょう。いただきます。今日はね、とりあえずこんな感じでエビとウインナーつけて食べてみましょうか。じゃあまず醤油ベースの方からね、リンゴと玉ねぎをたっぷりのせてね、いただきます。うまい。このリンゴと玉ねぎがね、いい食感でね、美味しいね。うん、じゃあ次こちらのエビね、熱っ、いい感じ。じゃあこちらのエビはレモンダレにつけてみましょう。ネギのせてね、いただきます。うん、めちゃくちゃさっぱりしそうね。エビの身もプリンプリンだね、うまい。せっかくなんで豚バラ肉も焼いちゃいましょう。うわ、油がすごいな。うわ、熱っ。うん、こちらの豚肉をつけて、ネギとリンゴをくるんでいただきます。いただきます。これはやばい、うますぎ。じゃあ続いてこちらのレモンダレね、ぷりくぐらせていただきます。いやー、レモンの爽やかさでね、豚の脂がさっぱりしてね、美味しいね、最高。はい、ということでごちそうさまでした。今日は2種類のねタレを作ってきましたけど、キャンプバーベキューとかでね便利なタレだし、またねご自宅とかでも作ってね、冷蔵庫で保管しておけば焼肉とかそういう時にね万能なタレになるんで、ぜひ作ってみてください。ご視聴ありがとうございました。今回の2種類のソース試してみたいな、美味しそうだなと思った方は高評価、チャンネル登録、あとコメントもねよろしくお願いします。
また見てね。バイバイ。